フランツ・ヴィンター・ハルター、フランツ・クサーバー・ヴィンター・ハルター、フランツ・クサーベル・ヴィンター・ホールター、1805年4月20日から1873年7月8日は、ドイツの画家、版画家、19世紀中央の王公貴族の肖像画で知られ、派手やかな宮廷肖像画の代表的存在である。次女に囲まれた、ウジェニー皇后、1855、 オーストリアのエリーザベット皇后肖像画1865などがあり。パリを拠点にヨーロッパ中の貴族の肖像画を描いたビクトリア女王のお気に入りの画家であった。他にナポレオン・ボナパルト、フランス国王、ルイ・フィリップなどの肖像画も手がけた。フランツクサーバー・ウィンター・ハルターは1805年4月20日にバーデン大公国、シュバルツバルトにある メンツェンシバンとメンジンシャバン、現在のザンクトブラージエンの一部という小さな村で、フィーデル・ウィンター・ハルター、フィデル・ウィンター・ホールター、1773から1863の第六子として生まれた。フィーデルは村の農家兼松屋に職人で、その妻、エーハマイヤー、エワ・ムイエ、1765から1838は旧家の出で,であった。 父親は、代々の農民で、ビンターハルターはこの父親から強い影響を受けた。8人兄弟のうち生き残ったのは4人だったが、生涯を通じて、ビンターハルターは、家族、特に同じく画家であった弟のヘルマン・フィーデル、ビンターハルター、ハーマン・ウィンターホールター、1808から1891と非常に良好な関係を保った。 ザンクトブラージエンのベネディクト派修道会に学んだ後、ビンター・ハルターは1818 18年に絵と彫刻を学ぶため、13歳で、故郷、メンツェンシュバントを離れ、フライブルクイーム・ブライスガウのカール・ルードビヒ・シューラー、カール・ルードビヒ・シューラー、1785から1852の工房で、デッサンとリトグラフの職業訓練を受けた。1823年、 18歳の時ミュンヘンに、き実業家本アイヒタール男爵、1775から1850の講演を受ける。1825年、バーデン大公ルートビヒ筆生、1763から1830より、奨学金を得て、ミュンヘン術院に留学し、ペータンフォンコルネイリウスの下で絵画を学ぶも、コルネイリウスの伝統的な技法には馴染めず、 もっと自分に合う死を探し上流貴族御用達の肖像画家ヨーゼフ・カール・シティーラーについて学んだ。この時期、ビンター・ハルターはリトグラファーとして生計を立てた。1828年、ビンター・ハルターはカールスルーへのバーデン大公レオポルト一世の日、ゾフィーの絵の師範になり、社交界に入った。 レオポルト大公の支援により1832年から1834年までイタリアに旅行し活躍の場を南ドイツの外に広げることになる。ビンター・ハルターはローマでルイ・レオ・ポール・ロベール、ルイ・レプルド、ロバートの様式によるロマン主義的な風俗画を制作しフランス学士院長長ラース・ベルネの地具を得た。カールス・ルーエに戻ると レオポルト大公夫妻の肖像画を描き、大公の宮廷画家となった。しかしウィンター・ハルターはバーデンを離れ、イタリアで描いた風俗が甘やかな安逸、イール・ドルチ・ファーネンテが1836年のサロンで注目されていたフランスへと移った。翌年制作のデカメロン、イール・デクアメロンも称賛された。どちらもラファエロ様式の保守的な作品である。 1838年、皇女と並んで座るバーグラム公の肖像画をサロンに出品した。また同年、ベルギー王妃ルイーズイコールマリーとその、息子ブラバント公の肖像を描き、瞬く間に肖像画家としての地位を確固たるものとした。おそらくこの絵を通じて、ヴィンター・ハルターの名は、ベルギー王妃の母でもある、フランス王妃、マリー・アメリー・ド・ブルボンの知るところとなったと考えられる。 パリで、ビンター・ハルターはたちまち人気者になった。フランス国王、ルイ・フィリップの宮廷画家に任命され、国王はビンター・ハルターに一族の肖像画を依頼、ビンター・ハルターは三十点以上の作品を制作することになった。この成功により、ビンター・ハルターは、モデルによく似せながら、実物以上に絵を引き立て、公式の小族に、東西風の流行で花を添えることの巧みな。 王公貴族専門の肖像画家として好評を得た。しかし美術界でのヴィンター・ハルターの評判は芳しくなく1836年のサロンデビューを称賛した批評家たちからも真面目に取り上げるべき画家ではないと切り捨てられた。この評価はヴィンター・ハルターの経歴を通じてつきまとい宗教が歴史画を重んじ風俗画を軽視する傾向の中で 肖像画制作のみを余儀なくされることとなる。ビンター・ハルター自身は、王家からの初期の依頼を、歴史画、宗教画などの大きな主題のある絵画、サブジェクトペインティングや、学術的に評価される分野へ戻る前の一時的な、寄り道と見ていた。しかし結局は、自身の成功に引きずられ、後半生のほとんどを肖像画家として活動することになった。ビンター・ハルターにとっては、 肖像画こそが成功と富を得た分野であり、王公貴族の講演を受け国際的著名人となっていく。多くの王室肖像画のモデルには、ビクトリア女王もいた。1842年に初めてイギリスを訪問して、以来、ビクトリア女王とアルバート公、さらには増えていく二人の家族を描くために、幾度となく災して少なくとも120点の絵画を制作した。その多くは、 王室所蔵品、ロイヤルコレクションとして、バッキンガム宮殿他の王宮で公開展示されている。ビンターハルターはまた、イギリス貴族の肖像を何点か制作しているが、そのほとんどが宮廷と社交のあった人物である。1848年のルイ・フィリップの亡命にも、評判を落とすことはなく、ビンターハルターはスイスへ行き、ベルギーとイギリスで仕事をした。 王朝の画界から次の王朝の交流まで、ビンター・ハルターは不遇の時代を耐え続ける。死の数年前までパリを離れることはなく、フランスでの肖像外来が途絶えると、歴史画のような古典的分野に戻り、フロリンダ、フロリンダ、1852、ニューヨーク、メトロポリタン美術館を描いている。スペインの伝承をもとに、女性美を賛美した気悦に満ちた作品である。同年、 翻訳を破棄され、独身のまま絵画制作に専念した。ナポレオン三水即位後、ビンターハルターの人気は上昇し、以降フランス大に訂正したで、フランス皇室の宮廷主席画家となった。美しいウジェニー皇后を好んで、モデルとし、皇后もビンターハルターの養成に、積極的に応じた。1855年、ビンターハルターは、傑作、 次女に囲まれた、ウジェニー皇后の肖像、ポートレートデール、インペザートリス・ユージニー・アントゥーリド・ SES、デイムス・ド・ヌールを描く。この絵で、ビンター・ハルターは、牧歌的な光景の中に、次女と共に仲良く輪になって花を集める、フランス皇后を拝した。この絵は、賞賛を浴び、1855年の万国博覧会で展示された。 今なお、ヴィンター・ハルターの最も有名な作品である。1852年、ヴィンター・ハルターはスペインに行き、イサベル二世女王と、娘、マリア・イザベル王女の肖像画を描いた。パリを訪れたロシア貴族も競って、この巧妙な巨匠に肖像画を注文した。その後、王公の画家の異名を授かったヴィンター・ハルターの元には、イギリス王室、1841年からを、 はじめスペイン、ベルギー、ロシア、メキシコ、ドイツ各地、フランスの各皇室、王室から依頼が相次いだ。ポーランド貴族、ロシア貴族を描いた重要な肖像画も数多く制作している。1857年にはロシア皇后、マリア・アレクサンドロブナの肖像画を描いている。1860年代のマクシミリアン一世による第二次メキシコ帝国家で、 ヴィンター・ハルターは皇帝皇后夫妻の肖像画制作を受け負った。メキシコ皇后シャルロッテの母はフランスで画業を始めた頃に、ヴィンター・ハルターが肖像画を描いたベルギー王妃ルイーズ・マリーであった。メキシコ皇室関係者の肖像画のいくつかは、今もメキシコシティの皇宮チャプルテペク、カスティーヨでチャペルテペク、現在の国立歴史博物館、ムセオ・ナスヨナルデ・イストリアにある。 肖像画依頼が殺到し、しかもその多くは同時に複数枚数の制作を求める依頼だったため、ビンターハルターは助手を多数使って対処した。これほどまでも王公からの調和を受けた肖像画家は過去になくビンターハルターほどの国際的活躍を見せた画家もわずかにルーベンス、バンダイクを数えるのみである。ビンターハルターは仕事による暴殺から身を休めるためイタリア、 スイスなどの外国、とりわけドイツで休暇を過ごした。大変な成功と人気を得ながら、生活はごくつましかったビンターハルタだったが、長年のフランス暮らしにもかかわらず古国ドイツへの愛着は深く、1859年、お気に入りの保養地バーデンイコールバーデンに別荘を買っている。1864年はビンターハルターにとって、 イギリス最後の訪問の年となった。同年秋には、ウィーンに行き、最も有名な作品の一つであるフランツ・ヨーゼフ・一世と、皇后・エリーザベトの肖像画を制作している。弱いを重ねるごとに、ビンター・ハルターのフランスとのつながりは弱まり、ドイツへの関心は増していった。療養のためスイス滞在中に、不屈戦争が勃発し、その結果1870年9月に、 フランス第二帝政は終わりを告げる。戦争終結後も、ビンター・ハルターはフランスには戻らず、バーデンへと赴き、そこで、バーデン公認の宮廷画家に任じられ、カールスルーエに今日構えた。人生の最後の2年間はほとんど絵を描くこともなく、1873年、夏、フランクフルトアムマイン滞在中に発信地スにかかり、7月8日に、亡くなった。68歳だった。 ビンター・ハルターが肖像画家としての前世紀を迎えたのはフランス第に低世紀以降であり、生涯後期の20年間に最高傑作を生み出すことになった。ビンター・ハルターは贅沢でくつろいだ時代の空気、快楽主義と言えずに自身の様式を合わせていった。ビンター・ハルターの1850年代、60年代の女性モデルは初期作品とは身体的。 性格的特徴をことにしており、控えめでもつつましやかでもない。一方で、男性の肖像画には、個性的で記憶を留める作品は少ない。ヴィンター・ハルターは、美術批評家からは、称賛を得られず、芸合的で、条件と見栄をつくろった作品と常に批判され続けた。しかし、パトロンの王孔貴族からは高く評価され、イギリス、フランス、スペイン、ロシア、ポルトガル、 メキシコ、ベルギーの王家すべてから肖像画の注文が舞い込んだ。カンバス画の対策により非常に高い人気を得、リトグラフによる肖像画の複製も名声を広めるのに一役買った。ビンター・ハルターの肖像画はほのかに香るような親しみやすさで評価が高い。その魅力の本質は難解な説明を要するものではない。ビンター・ハルターは モデルが民衆にアピールしたいと望む通りのイメージを作り上げた。モデルのポーズ取りに巧みで芝居に近いほどの構成感を生み出す上、生地や毛皮、宝飾品にもモデルの表情と同じくらい意識を置き、その質感を伝える技法にも卓越していた。制作は非常に早くまた、よどみがなく、多くの場合下絵なしでカンバスの上に直接構図配置した。 その肖像画は優美で洗練され、実物そっくりで、しかも好ましい理想化が加えられている。ビンター・ハルターの制作手法は、人物の描画、造形に十分な訓練を積んでいるとはいえ、下準備なしでカンバスに直接描いていくというものであったと考えられている。ビンター・ハルターが、モデルの衣装やポーズを決めることもよくあった。その様式は、優雅かつコスモポリタン的で、 真実らしさに満ちたものである。肖像画の多くは自身の工房で、またリトグラフの形で複製された。ビンター・ハルターを美術史の中に位置づけるのは難しい。ビンター・ハルターに被検しうる存在は容易に見当たらず、またどの流派にも収まりきらない。初期作品は新古典主義に近いが、その様式は新ルココ調とも呼べるものである。死後、 ウィンター・ハルターの絵画は、ロマン主義的で外面だけの先迫なものだとして、好まれなくなった。人物、生涯についても、ほとんど知られることがなく、近年までその芸術を真摯に取り上げられることも、なかった。しかし1987年、イギリスのナショナル・ポートレート・ギャラリーやフランスのティ・パレで、大規模な展覧会が開かれ、再び脚光を浴びることになる。今日その作品は、ヨーロッパ、 アメリカの第一級の美術館で展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。